師の大谷佐子と申します。今林さんからも話し合ったように住民監査請求、12月19日今週、来週の月曜日申し立てることになります。住民監査請求、住民監査請求って言ってるんですけど、まあ、そもそも何なんだというところからよく分かってないということもあると思いますので、少し簡単に中身話したいと思います。住民監査請求って何かというと、違法な公民支出というものがあったときに、それに対して、まあ、是正を求めていくということにを使うものなんですね。これ何が優れているかというと、たった一人の住民も決意したら住民監査請求できるという点で、一人でもできる民主主義みたいなところがね、実際のところあります。今回の県警の派遣について、一体何を思って違法な公民支出だということを言っていこうかということなんですけれども、私もですね、いや、社会でおかしいことをされてるんだと、だから、日頃から戻って、こなさないといけないと、なので住民監査お願いしますって言われて、いや、そんな単純に言われても困っちゃうということを思ったんですけれども、ただ資料を見てですね、やはりこれって少しおかしいなと思うことが、いくつもありました。それ例えば一つにはどういうことかっていうと、なんでそもそも神奈川県の議論が行って、沖縄に行ってるのっていうところから普通に疑問ですよね。で資料をたぐってみるとですね、一応ですね、沖縄県の公安委員会から神奈川県に対して機動隊派遣してほしいという要望をされているんですね。それで基づいて言っているとだけれどもという話なんですけれども、もともとのその資料の傾向を見るとですね、7月11日、これ参議院選挙の次のですね、7月11日に警察庁が神奈川県警を含めて、まあ、今回機動隊派遣した県に対してですね、まもなく沖縄から機動隊派遣の要請が来るからよろしく頼むぞという手紙が来てるんですね。でしかもその体制とかそういうものに対して誤りなきよう万全尽くせということが来ているわけです。でそれを7月11日に届いて、で7月12日にその言葉通り沖縄県からお願いしますと、神奈川県派遣してくださいということですね。そして7月13日に神奈川県は派遣しましてもすぐに返事してるんです。でこれ何に基づくかっていうと、警察法60条の規定に基づいてるんですけど、警察法60条1項っていうのはあくまでも都道府県から都道府県に対してお願いしますってことを言うんですね。でその2項で、ただそうは言っても公益の対応が必要となることもあるので、事前にそういうことをやるときは警察庁に相談し通知してねっていうことも書いてあるんですね。ただそれは一応知らせるという趣旨であって、あくまでも警察っていうのは都道府県警察になるわけですから、独自に決定するものがまずです。ところが実際に今言ったような流れからすると、最初の出だしっていうのは警察庁の誤りなきようにやれよというところから始まったわけです。これって本当に警察法60条1項がね、想定している都道府県が自分で決めて警察を派遣している状態にあるのかということが、そもそも持って疑問なわけです。しかも7月12日で頼まれて、会議開いたのは7月13日ということも情報公開で分かっています。でその情報公開で見てみると、どういったことが書いてあったかということなんですけど、これはですね、非常にシンプルに書いてあったんですが、どういうことが書いてあったかというと、こう書いてあるんですね。沖縄県内における米軍基地、移設、まあの工事に伴い生じる各種権利対象ということがその要請と書いてあったんですが、公安委員会の議事録ではどう書いてあったかというと、沖縄県における反基地行動及び米軍施設工事妨害行動対策警戒警備に従事させるために必要なんだと、だからこれを決定してくださいということですね。そもそも反基地運動に対応するために派遣されたということは公安委員会の説明の中でされているという状況なんです。一体これって本当に県が沖縄県が必要だから呼んだという状況だったのかと、これ警察庁主導でやっちゃってるんじゃないですか、しかも反基地運動に対抗させるために呼んだんじゃないですかということが記録の中からも明らかなんです。で実際です、一体何をしてきたのかということですね。これを私が説明するまでもなくですね、機動隊が、神奈川県の機動隊が沖縄県において何をしてきたかということは皆さんよくご存知ですよね。一体何をしてきたかといえば、違法行為の数々が多すぎて私としても非常にショックなわけですけれども、まあ、車両検問とか強制的な排除とか、まあ、いろんなことをニュース報道されていますね。でそれに加えてですね、もうそも
ってるわけですね。例えば違法なダンプが通過している、それを見逃すことって警察がそもそも役割ですから、そんなことありえないですよね。沖縄県の人に対して侮辱的な発言、差別的な発言をする、そんなことをやってくることは警察の役割ですから全くない。警察の役割では本来ないことを沖縄県においてはやっているわけです。こういった違法行為ってのは一体何なんだって話ですね。で、先ほど冒頭の話に戻るわけですけど、それをやりに行ったんですよ。だって反基地行動に対応するために機動隊派遣してください、そうしましょうって言ってるわけですから、まさにそのために行っちゃったっていうのが今回の神奈川県の機動隊派遣になるのではないかってことなんですね。でもともと警察の人ってね、普段はよく頑張ってくれてると思うんですね。私たちだって犯罪を困ったりしたら頼りにするのは警察ですよね。私弁護士なんて警察よくこうガチガチにやり合ったりしますけど、でもそれでも警察一般頑張ってるわけです。こんなことをするために、それを警察が沖縄県においては牙を向いて違法行為を繰り返してるわけです。さっきこのテーマでありましたけど、もう帰ってこいって言いますけど、もう帰っておいでっていう状態なんですよ。そんなよその権威っておかしなことしてるんだって帰ってきなさい、あなたたちと。そこできちんとしたことやりましょうっていうのはまさに状況なんだなってことが分かりました。で、ただね、住民監査っていうことで公金支出に引っ掛けていかないといけないんですよ。それがそういう制度なので、じゃあ一体どんな公金を支出してるのかっていうことなんですけど、これが実はあんまりはっきりしてません。一応国会の中で質問がされていて、安倍首相がどう答えてるかっていうと、公給と直接身分に付随するそういったものについては経営が負担していて、旅費とか日当とか、まあ、そういった交通費とかについては国が負担しているんだ、ここまでやってるわけですけど、じゃあ一体費目ごとにどういうものを負担しているのかっていうのは分からんなっていうふうに思っています。で、その中でただ今回住民監査請求でやろうと思ってまず公給です。もう数ヶ月にわたって言ってるわけです。で、そんな違法行為するために私たちは税金を納めてるんですかと。ずっと神奈川県で活動しないと沖縄で悪さしてきてるわけですよ。そんなことのために払ってるんじゃないんだから、これはおかしいでしょうってことを言っているということになります。で、そしてですね、これだけでも少し弱いかなと思ってるところも実はあります。それは何でかっていうと、給料は沖縄に行こうか行く前かいずれにせよ支払われるものなんですね。だから仮に沖縄に行かなかったとしても給料払われてるんだから、その分について生じなかった損害が生じてないっていうふうに言われちゃう可能性もあるわけです。で、そこでということなんですが、よく見てみるとですね、どうも時間外手当を払ってるようなんですね。沖縄でそんな時間外手当を払うほど頑張ってくれなくてよかったわけです。なので、時間外手当はどうなんだということを言っていこうと思ってます。またですね、いずれは国によって例えば旅費とか日当とかそういったものっていうのは補填されるっていうのが安倍首相の答弁からすると明らかだと思いますけど、でも例えばですけど、そもそも違法なことをするために日当や旅費を支払ったものを国からもらったら、それは返すのが筋でしょ。だっておかしい、その違法行為をやるために旅費とか日当を使うのは本来的におかしいわけです。で、券使ったけどそれは国から返してもらえるから損害ないっていう話にはならないんじゃないかと思うんですね。つまりおかしなことのために国からお金もらったら国に返しなさいと。で、そしたらやっぱり神奈川県には損害あるんじゃないですか、こういう話になってくるんじゃないかと思ってます。なので、損害についてはですね、給料こんなことのために、給料のために税金支払ってるんじゃないよ、そして時間外であってそんな頑張ってくれなくていいんだということも時間外であって、そして旅費とかそういったものについて払ってるけれども、で、後から国から保管されてくるんじゃ、保管されるからいいんだ、そういう議論になるのか、おかしい支出についてはやっぱ国に対しても返還しなくちゃいけないんじゃないですか、そしたらやっぱ損害あるんじゃないかと、こういうことで公金支出についてレポートを通っていこうというふうに思っています。これですね、本当にこんな大きなリポートの場にですね、ものすごい短期間で、準備してます。ただ一言言えるのはですね、言えるのは頼んできた林さんをはじめですね、私の事務所に来てくださる方の思いがあまりにも本気になっちゃって、私もあまりにも本気でこの問題に取り組んでます。